島第一原発事故から3年、現場では必死の復旧作業を労働者の方々が行ってくれていますが、過去最大の放射能汚染が海や空、地下水に広がっています。子どもたちを助けられるんだろうか、未来を届けられるんだろうか、そんな思いで答えを探しました。あの子どもの登下校の時間とかに、あの風向きでね、あのマスクもしない子が被爆したりするのは怖いことだから。15年間福島と新潟で作っていただいた電気に、安穏と暮らしていました。でそこをまず東京人として皆さんに本当に心から謝りたいと思います。こう福島の皆さんにここまで大きな負荷をかけてしまって、本当にすいませんでした。一番未来を背負うべき子どもを今大人が守らなくてどうするんだろうって思います。でお金持ちの子はお金があるから避難できる、貧乏人の子は避難できない、そういう問題ではなく、子どもというのはこの社会の財産であるんだから、全ての子どもを守りたいなって思ってます。何を言うの？原発のトドいっぱい。例えば？原発は危ないもので、いろいろなものが食べやつになって、ガンとかもなります。それを大きくなったら選挙に出て言うの？うん、大切なトドだもん。お金持てするために人を殺すの？お金頭でもね、自分に頼ってするんだよ。電波はね、つつってね、自分のところに電波つつってね、すっごい大量の電波が来て、ダンとたなったらさ、うん、つつった人もダンに、なっちゃうんだよ。アホだよね。その昔はね、みんなで食べ物を、狩りにみんなで行って、その、買ったものをみんなで分け合って食べてた。それからそれの後にお米が作られるようになって、もっと豊かな土地を求めて戦争があったんだよ。でもね、戦争はね、ダメだとは、まあ、お金出してればね、みんなに出してどれくらい貯めればいろんなことをできるだなってみんなで話し合うの。へえ。それでみんなのお金を集めて、うん、何も取らないいいことにするの。偶然ママもそんな世界を作りたいと思ってるんだけど。同じだね。同じだね。作ろう。作ろうか。そういうこと。指切り電話、ハサついたら針千本のマス、指切った。貧しい人も豊かな人も、みんなが幸せに暮らして、戦争も原発も何も起こらないところを作る。娘ととてつもない約束をしてしまいました。私は画家でジャーナリストの増山玲奈、リアンとアイシャという2人の娘のお母さんです。東京電力福島原発事故以降、東京から関西に避難しています。大好きな家族や仲間と離れるのは辛かったけれど、新しい土地でも出会いがありました。今はアート活動をしながら子育てをし、お米を作るという楽しい暮らしをしています。ありがとう。
言ってほしいんだけどな、きっと。はい、放射能から守る。アイラちゃん、ここに引っ越してきて3年目の春。3年目だっけ。うん、する何ゼロにするか。ピンポーン。世界には原発何個あると思う？550基よりもたくさんの原発が世界中にあるんだよね。でもちょっとでも爆発すると引っ越さなきゃいけなくなったり病気になったりするから安全に片付けなきゃいけないなと思っています。原発の元は何から出ているかというと、ウランという地面の中にある鉱物、金属みたいなもの、石からできてるんだよね。でこれを、この粉をよく働く、よくエネルギーで働くウランを原発で使って、でこの原発で電気を作ってたんだよね。でもその中にはよく元気がない、力がないウランもあったんだよ。これは何に使われたと思いますか？隠してても分かった。じゃん。何だと思う？戦争？当たり。戦争で使われていました。これは、劣化ウランといって、イラクというところで戦争で使われていました。2004年に訪れたイラクで、がんや白血病に悩む子どもたちと出会いました。原発のゴミによって作られた劣化ウラン弾という兵器で、多くの子どもたちが放射能の被害に苦しんでいました。イラクでの出会いがきっかけで、私はジャーナリストと恋に落ち結婚しました。そうして生まれたのがアイシャでした。でこの地球儀のここに日本があるんだよね。でイラクっていうのはクイーン、あった、ここだ、ここがイラク、ここがイラク。ここで何が起こったかっていうと戦争が起こったんだよね。で戦争で原発のゴミになったウランが使われて爆弾が落とされました。どんな爆弾かっていうと、じゃーん、ドガーン、こんな形してんだけどもね。その爆弾はすごく硬いから戦車も粉々にしちゃうんだよね。でも粉々にするだけじゃなくて、実はここでも放射能があったんだよね。で放射能の被害で直接戦車のかけらを持ってるこのお母さんも、ここにいる男の子もみんな放射能の被曝をしちゃうんだよ。被曝があると何が起こるか、病気になる。そう、いろんな病気が増えた。特に増えたのはがんなんだよね。これの子は女の子で、いっぱいに髪の毛いっぱいあったんだけど、治療で抜けちゃったりしたんだ。そしてもう一つ問題があった。それはショックな写真だけど見せるよ。これはなんだ、赤ちゃん。でもちょっとおかしいよね、うん、どこがおかしい？頭のところとか、頭のところの頭のこの骨がないよね、うん、こんな風に形が骨がなかったり、いろんな手がなかったり、逆に指がたくさんあったり、いろんな形の子供が生まれてしまうんだ。でこういう子たちはすぐ生まれてすぐ亡くなっちゃうことが多いんだけれども、なんでこういう子供が生まれるかっていうと、放射能の影響が赤ちゃんがお腹の中にいた時の遺伝子を傷つけるんだ。で頭を作る遺伝子を傷つけられたから、頭の骨が全部ないまま生まれてしまった。すごくかわいそうじゃない？うん、うちのパパはよくイラクに取材に行ってるでしょ、うん、イラクに取材に行った後、イラクの人だけじゃなくて取材したジャーナリストや その、そこで働いていた米軍の、兵士たちも被爆をしたの、うん、でその後アメリカに帰って
子供を産むでしょ、うん、そうするとやっぱりあの病気の子供が生まれることが多かっただって、パパとの子供を産んだ時に、うん、あの頭の骨がなかったり手がなかったり病気の子供が生まれたら心配だなと思いました、うん、その赤ちゃんっていうのは誰でしょう、誰でしょう、ねえねえとおちゃん、ちょっと違う、ブーその時ねえねえはもう生まれてたもん、うん、だからママが心配した赤ちゃんっていうのはあーちゃん、そうあーちゃんで、あーちゃんのことを心配して産んだけどあーちゃんは元気に生まれたよね、うん、よかったなと思って、子供たちをあーちゃんを放射能から守りたいなっていう思いがあります、うん、元気に生まれ健やかに育ってほしい、過去から今まで延々と続いてきた命の連鎖という喜びをこれからもずっとつなげていってほしい。イラクでも福島でも多くのお母さんたちがそう願っているのではないでしょうか。茨城県のお母さん、あの5人の方から、母乳を提供していただきました。まあ、4人の方からあの、母乳にあの、要素131が検出されております。今回母乳に放射能が検出されたっていうニュースがありましたけど、どう思いますか。ここまで来たなという感じで、これからどんどん広がっていくんだろうなと思って怖いですね。スーパーで売れ残った福島さんの牛乳、売れ残った牛乳が給食に出るんだ。ありえない。スーパーにあるから。ひどいよ本当。だって大人が自分でも飲まないものってことでしょ。分かってるんです。収束本当何年先なのか分かんないですけど、給食一旦断念してもらって、その福島の農家の食材を使うのを断念してもらって、うん、もうそれは保証してもらって、うん、子供たちにそういうこう大丈夫だって勝手に決めたものをお金に変えて、子供たちの親から無理やり給食費として引き落としするっていうのもすごく汚いなって思って、私心が許せないんですよ。どこも孤立してしまうんですけど、でも実はみんな不安抱えてるはずで、そういうお母さん同士がつながったらいいなって思って、うんうん、署名集めてもいいし、お母さん一人一人にで、それがみんなの子供たちを救うことに結局なるんだもん、うんうん、気づかないんですかね皆さんね。だから一番前のアピール、鼻のとこ息をかけている方々、じゃあいいじゃん、お母さんたちの思いが書かれたです。私は石川県の隣の富山県から来ました。石川県金沢市から来ました。福島から参りました武藤瑠衣子と申します。福島原発事故から2年3ヶ月が経ちますけれども、福島の状況は何一つ良くなっていません。除染が終わったところはまだ福島県で 9% だけです。その中の 77% は年間1ミリシーベルト以下になりません。除染が終わって1ミリシーベルト以下にならないところはもうガラスバッジをあげるから、欲しければあげるから自分で管理しろと日本の国は言っています。福島県二本松市から参りました。光の見えない福島に絶望して自ら命を絶つ方が未だにたくさんいらっしゃいます。それから宿った命を不安に耐えきれず立っていくお母さんたち、この原発事故で多くの命が失われてきました。
医療支援のために、ベラルーシやウクライナをたびたび訪問しました。そこでたくさんの子どもたちが病気になっている姿を目の当たりにしてきました。でその病気は甲状腺がんだけではありません。さまざまな病気が増えていました。特に血液の病気、糖尿病、先天性の障害、そして消化器系の病気は20倍にも増えていました。そういう事実があるにもかかわらず、世界保健機関や国際原子力機関はそうした病気を一切認めていません。たくさんの病気のデータがあります。しかしそれを認めません。多くの人たちが311以降立ち上がりました。選挙に出て国会議員となった山本太郎さんもその一人です。太郎さんの事務所でテレビ中継が始まりました。原発事故前 の基準、1年間に被爆している基準、1ミリシーベルトだったんです。それ以上の地域に住む人々っていうのに、やはり避難の権利っていうものが与えられてしかるべきだと思います。あ、さっさとやめられちゃった。終わりですよ。終わりや。被爆の問題を喋った途端、テレビ中継は中断されました。メディアってやっぱり本当のことを言わないなと思う瞬間でした。被爆という言葉そのものが、言論弾圧みたいな形で喋ることすら許されない雰囲気があると思います。その中で私も含めた多くのお母さんたちが心配なんだけど声も上げられないというお母さんたちたくさんいらっしゃると思います。そういうお母さんたちに向けてメッセージをお願いします。やっぱり女性の持つその寛容さであったりとか命を守りたいという気持ち、それがやっぱりこの先をつないでいくんだなっていうことをやっぱり全国回って強く感じた。で、自分自身を本気にさしたのもその子どもたちに対して20ミリシーベルトを与えたっていう文科省の殺人的な数値だったんですよね。それからやっぱり全国のお母さんとたくさん会ってきて、だから今山本太郎が国会議員、たった一人国会議員になったって急に変わるわけでもない。もちろん僕は戦っていくけども、でもそれで急に変えられるわけじゃない。今からが始まりなんだってことなんですね。宗教界のボスとして初めて脱原発宣言を発表した河野太通さんも声を上げた一人です。黙ってるっていうことは結局協力するっていうことになりますね。はい。だから原発の事故に対してもね、実故に対しても何にもね、仏教界としてこれ命の問題のそのことに対して発言しないっていうことはちょうどね、ちょうど勝手の日本仏教会が国が国家神道っちゅうものに一生懸命になって、そして戦争へと転がっていくんですよ。国家神道を打ち立ててね、はい、でその流れに対して仏教会はものを言わなかった。言わないどころじゃないです、反対に協力しちゃったんですよ。どうしてもね、はい、今までの日本のありようっていうのは経済的な利潤を生み出すと、はいはい、いうことにが物事を考える基本に座っちゃってるんですよね、はい、そうじゃなしにそうするこうすることが本当にね、はい、我々のその命を本当に養っていく正しいその在り方なのかどうなのかって、それで儲かるならいいけど、それでいくら儲かっても人間人格や命を粗末にするという事柄ならばそれはいけませんということでなければならないんですよね、はい、ところが日本の場合は儲かるから便利だからっていうことでことを行ってきたんですよね。それはもう必ず破綻します。それ
そういうのは正しい文明じゃないと私は思うんですね、はい、うん、政府が発表するよりも抗染量の地域があちこちに見つかっています。福島県南相馬でも抗染量の黒い粉が発見されました。地元の大山光一市議に話を聞きました。あそこに卵巣たまりがあります。水たまりでですね、ここでですね、あの南相馬市の、まあ、測定所で検査してもらいました。1キロあたり108万ベクレルでした。モザイク用ですけれども独特なひび割れをしています。で削られてそれが前に上がってる。自転車が通れば自転車のタイヤの跡がつく。人が踏み登れば人が踏み登れば風で飛ぶ。大山市議は市や国に対策を求めていますが、対策は行われていません。南相馬で見つかった黒い粉の測定を京大の小出先生に依頼しました。100マイクロシーベルト、ごく普通の皆さんが生活している場所にこういう物質があちこちにあるという、そういう状態になっています。もしこの、黒い物質を検出器に密着させるどうなるかというのをお見せしようと思います、今ここにあの、はい、ここにデッドと書いてあるのがあるのですが、本当だ、デッドって書いてある。検出器が死んでいると、それがもうあの 90% とかいう状態で、通常は数十というようなオーダーのレベルのものをここに引き込んで、はい、とにかくなんとかきれいにしようという、はい、そういう作業をずっと続けてきた。じゃあさっきみたいな、例えばキロあたりあの100万ベクレルを超えるとか、あんなものはここで取り扱ったことがないようないほどの猛烈な放射性物質。そしてその国家が決めた放射性物質に対する法律というのはたくさんあったんですね。今聞いていただいたように、はい、セシウムで言うなら1キログラムあたり1万ベクレルを超えて、総量で1万ベクレルを超えるほどの放射性物質があれば、それはもう厳重に放射性物質として取り扱わなければいけないという法律があったし、今でもそれが別の法律になったわけでもない。もちろん今南相馬のあちこちにある、黒い物質というのは法律にのっとって放射性物質として管理しなければいけないというものです、もちろん住民に責任があるわけではありませんから、それをやる責任があるのは行政か、あるいはもともとその放射性物質の所有者であった東京電力であるはずであって、東京電力にやらないでいいというのであれば、もちろん行政がやらなければいけません。東京の江戸川区でも黒い粉が見つかっています。地元で子どもを放射能から守るという活動をしている主婦の石川彩子さんに話を聞きました。あ、ここは保育園。普段の空間線量が 0.14 マイクロシーベルトのこの地域に2マイクロ以上のホットスポットがありました。専門家に分析を依頼したところ、20万ベクレルをまあ簡単に超えてしまったという結果が出ました。まあ、集まる箇所っていうのは、とにかくこう雨が降って、まあ、風と雨で集まって、そこにとどまって流れない場所ですね。なんか色的にもなんか、そうなんです。子供が泥団子に使ったりとかにしそうで嫌ですね。そうなんですよ。こういうの触りたくなりますよね、やっぱ子供は。事故の後の、2011年の暮れ頃に、文部科学省がようやく、この地域の放射線量を航空モニタリング調査という形ですけれども、線量を測定して、その値がね、土壌汚染で、6万から10万ベクレルパー平米、
これはどういうことかというと、放射線管理区域の 1.5 倍から 2.5 倍という、線量なんですよね。年間に直すと2ミリ弱から5ミリ弱、そういう、こう値なんですよね。これも大変な値でして、例えばあのチェルノブイリ事故の後、あのウクライナ、ベラルーシでは年間 0.5 ミリを超えるといろんな医療的支援が受けられるわけですよね。健康診断、健康調査で、それよりもはるかに高い線量のこの地域でそういうことが全くあの行われてないというのは本当にあの異常なことだと私は思ってます。でもうご存知だと思うんですけれども、ベラルーシ、ウクライナでは1ミリを超えると移住の権利が発生するでしょ。で5ミリを超えると、避難移住の義務が生じるでしょ。で10ミリ超えると強制避難でしょ。でこの僕らが住んでる地域は1ミリはるかに超えて2ミリから5ミリですからね、仕方なくとどまらざるを得ないんであれば、せめて子どもたちの健康診断、健康調査はね、もう絶対にこれはやらなきゃいけないことだと思うんです。まあ、感じ方の問題もあると思うんですけども、やっぱりこう、話が出て止まらなくなった、アトピーがひどくなった、体に対していろんなあの変調が出てる、風邪ひきやすくなった、それが治りにくくなった、そういうもろもろのこう、健康への影響っていうのは出てるんですけれども、ただそれはそれが放射能の影響かそうでないのかってことはわからないですよ。すでに75名の子どもたちが疑いを含め甲状腺がんだと言われています。これはチェルノブイリ事故後のベラルーシやウクライナでの発症件数に比べとても高い割合です。ベラルーシでは人口1000万人のうち多い年でも子どもたちの甲状腺がんの発症件数は100人未満でした。それが3年後の福島で人口200万人のうちすでに75名ががんだと言われているのです。千葉県松戸で行われた甲状腺エコー検査の様子をご覧ください。この甲状腺エコー検査は市民がボランティアで企画したものです。検査を受ける人たちは無料で検査を受けることができます。機械は測定所から1日1万円で借りています。その左右に、甲状腺が映ってますけどね。ああ、左右のが甲状腺。そうね、1,2,3,4,5,6,7,8,9 と11,12,13、はい、多数の脳波といって膨らみます。最大径が最大径 3.3 ミリの脳波を十数個見てみます。カナちゃんね。はい、カナちゃん。よっこらしょ。はい。こんにちは。はい。はい、私は勘違いしてました。こうやって見ると、カナちゃんは少ない。そうですね。アキ君はね、お母さんもわかるね、こうやって説明したらね。はい。まあ、6個も7個も医学的に別に問題ないですね。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。気をつけて。お世話をかけました。お疲れ様でした。あ、エコーもそうやってプリントして渡してもらえるっていうことなんですか。すごいよね。妊婦検診みたいな感じなんですね。福島県で行われる甲状腺エコー検査ではこのように画像をプリントして子どもたちに手渡されるということがありません。結果は A 判定や B2 など数値のみで知らされます。しかし定期的に子どもたちの健康をチェックし甲状腺がんを早期発見するためには脳胞の位置やサイズを細かく見ていく必要があるため画像が必要なのです。国とか自治体とかって市民のためにあるんじゃなかったんだなっていう。あとあのまあ脳胞脳胞そのものががんになる可能性はないんですけど、はい、まああのいろんな影響が
甲状腺に与えられたことの印になりますから、あ、はい、これ自体が危険な状態になる可能性はないですけど、うん、だけどこういうふうにたくさんいくつか出てきてるっていうのでは、僕はまあ、また次の機会がありましたら連絡取ってもらって、はいはい、あ、お兄ちゃんの方がやっぱりの方多いって書いてありましたよね、はいはい、ちょっとまた見ておきたらいいですね。その方が僕はいいと思いますから、それは全体 の、 場所的な偏りとか農法の数とか、それから同じ農法でも小さな一つだけある場合と、それからそれがたくさん現れている場合と、それは影響の度合い原因も違うんじゃないかという意見も、そういう考え方のお医者さんもいらっしゃいますから。ベラルーシやウクライナでは子どもたちを放射能から守るために、定期的に低線量の地域に保養に出かけるプロジェクトを行っています。費用はすべて国の税金で、4万5000人の子どもたちが低線量の地域に年間24日以上の保養に出かけることができるのです。放射性物質の管理は一箇所に閉じ込めておくことが基本です。しかし日本政府がやってきたことはこの逆でした。例えば瓦礫焼却、被災地には津波の被害で多くの瓦礫が残されていました。この中には放射性物質で汚染されたものもありました。日本政府は絆という言葉のもとに日本中にこの瓦礫を拡散したのです。大阪では瓦礫焼却に反対した市民13名が逮捕されています。大阪の説明会ではこんな場面もありました。の試験焼却の時に、まあ、もちろんマスクはしたんですけど、目がしみるようにすごい痛くなってきたんですね。実は12月8日に寝てるところを警察が7名ほど来て留置されまして、20日間ほど年末お世話になってきました。私らが心配してるのは自分の髪の毛が抜けることじゃないんです。何人かいてるけどちっちゃいヤガちゃんですよ。私らの孫や子供がどうなるんだろうかっていう心配なんですよ。瓦礫を受け入れた富山県富山市でも、瓦礫焼却に反対する市民10人以上が富山市長によって刑事告訴されました。あそこを登ってみたら、ここにね、警備員がずらっとヘルメットかぶった警備員がずらっと並んでてね、住民が誰も理解してないのにこう強行に持ってくるのは問題なので、持って帰ってください、今日は入れさせませんって言ったら、それだけのその入れさせ、今日昨日の新聞見られました。職員に絶対通しませんなど発言した人もおりっていうのは、こう住民の理解が先というか住民への説明が先なので、今日は灰を持ち帰ってください、だから今日は通しませんって言った、その先の言葉が全部抜けての。福島県内では除染で出た廃棄物が山のように積まれている状態です。これを容量を減らすために焼却処理しようという動きがあります。放射性物質を焼却すると空気中にセシウムなどが再拡散する恐れがあります。除染で出た廃棄物を焼却処理する計画が進む福島県東白川郡鮫川村を訪ねました。今回は8000ベクレルを超える農林業系廃棄物、うん、農林業系副産物っていう NHK と毎日と民放が報じたんですね、はい、よくよく見てみたら焼却、稲わらを焼却するとで予算が7億3000万ついてるっていうふうに書いてあったので、うん、なんでこんなに稲わら燃やすのにねこんなにお金使うんだろうって、これ見て、まあうちからすぐだと、地図見たらもう 1.5 キロちょっとだったので、公道から煙突含め見えないように設計することって書いてあることとか、非常に怪しい
内容なわけですよね。はい。その村に濃縮しておかれるという状況になるわけじゃないですか。2年間以降の持っていき場もまだ決まってないのに、そのリスクがあるものを村で保管するということは皆さん正直どう思われてるんですか。だってどこでもそうでしょ。除染したものをみんな庭先に置いてるんですよ。集めとかなくて、それは村は集めて焼却して小さくして一箇所にしまっておきましょうっていうことだ。保管しましょうっていう。また焼却によって日常的に空気に漏れたりすることで健康被害が出る可能性についてはどう考えられてるんですか。ですからそれは基準値以下になるように監視するというふうになってます。基準値以下であるので健康被害は考えられないという。そうです、それはないという。そもそも燃やす必要があるのかとも思うんですけども。じゃあどうやって処分しますか。東京電力に引き取ってもらって敷地内に降下して埋めてもらうとか。みんな持ってきますか。それどこも持ってってますか。そうさせるのが筋かなと思うんですが。頑張ってください。そういうふうに高濃度の灰が爆発で飛び散るとか何か事故が起きた場合の保証ということは環境省さんと取り決めされてらっしゃるんですか。爆発することはないというふうに言われています。爆発されていることはないということで、それは想定してないんですか。爆発事故は起こらないことになっている、そう言っていた鮫川村では、稼働から9日目大きな爆発がありました。現在放射性廃棄物の処分計画は鮫川村のほか福島県伊達市や岩手県宮古市でも計画が進行中です。核のゴミを一体どう処分するのか。世界で最も多い25基の原発の廃炉が進むドイツで廃炉現場を見学しました。私が訪ねたのはラインスベルク原発。ベルリンから車で40分ほどの距離にあるドイツで最も古いロシア製の原発です。ドイツ国有の原発廃炉をすべて担当する廃炉専門業者 EWN 社の広報メーラーさんに案内をしてもらいました。まだ計器の動いているところはそのまま、まあ、メモリがあると思いますけど、ピカピカしているところもありますよね。すべてこの白紙になっているところは全部もともとは動いていたけれども今は止まっている計器だということです。で、違いますか。そうだね。はい、ここでリアンがラインスベルク原発の廃炉の流れを説明します。まず最初の5年間は燃料を冷やします。そして低線量の場所から徐々に片付けていきます。高濃度のところの作業はロボットの遠隔操作で行われます。格納容器の片付けに取り掛かるまで15年かかりました。ちなみに廃炉作業を行う労働者の人はもともと原発で働いていた地元の人たちです。高レベル放射性廃棄物である格納容器は列車で120キロ離れたグライフスバルド原発に運びます。低レベル放射性廃棄物はドラム缶に入れ敷地内で保管します。建屋を最終的に解体し終えるのに70年かかる計画です。解体コストは、始めた当時から累計でいくらかかってるんですか。原発の廃炉費用は1基660億円。稼働時の売電利益よりもずっと多額なコストが廃炉にかかるそうです。であったっけ。
ですね。おお。あ、レナさん、私ありますよ。あのおお。実はこのおじさん、ドイツの原発廃炉に大きく関わる人です。彼の告発によって旧東ドイツの原発すべてが廃炉になったのです。1989年までドイツはソ連側の東とアメリカ側の西側とに分かれていました。首都ベルリンを西と東で分けていたベルリンの壁が崩壊しました。力の弱かった東ドイツ政権が破れ、市民政府が誕生しました。その時、最初の大臣となったのが、ププルクバイル博士でした。Three death tubes are enough to bring the core to the meltdown. There are some citations from the top secret reports of the government of East Germany. And, here we can see that. Und in Deutschland ist seit Jahrzehnten versucht man ein endgültiges Lager für diese hochradioaktiven Abfälle zu machen und bis heute gibt es keins. Da wird immer das Bild gesagt, das ist so wie wenn man mit einem Flugzeug startet und der Landeplatz ist noch nicht gebaut. Mit Geschichte und den vulkanischen Untergrund ist das schwierig, einen sicheren Ort zu finden, wo man das unter der Erde unterbringen kann. Mhm. ドイツではその中間処分場で決めた場所がその塩の害で素材が劣化して傷んできたっていう話を聞いたんですけど、そうなんですか？いや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 。In Gorleben hat man versucht im Salz so ein Lager zu bauen。ちょうど塩が取れるところをゴアデーベンなんですか？そうなんです。その塩が取れるところに。Wenn man dort diese heißenStahlbehälter reinbringt. 一度埋め立てた放射性廃棄物が地下水にぶつかってしまったというアッセ2の処分場です。Hier sehen Sie Risse, die füllen kann. Mit Lösung vollgelaufen sein und der Druck des Berges anhalten.ドイツではどのように地下に廃棄物を埋め立てていたのか、ちょっとびっくりするような映像もご覧ください。Raus wollte und dann gab es Strahlenalarm. Dann musste er da unten bleiben, kriegte neue Wäsche, wurde dann rausgebracht. Dann hat man ihm gesagt, jetzt arbeite mal 3 Tage, fährst du nicht runter, sondern bleibst oben. Ein Vorfall, der nicht der Berufsgenossenschaft gemeldet ist, er war nicht krankgeschrieben oder sowas. Peter-san たちは、ドイツ国内で4カ所ある処分場をつなぐネットワークを作りました。ドイツ全土を350台のトラクターで2週間以上かけて回るデモも行われていました。そのような反対運動の結果、ドイツでは処分場の計画を一から見直すことになりました。処分場の一つ、コンラード処分場の前には市民が監視塔を建てました。監視塔を建てた地元の農家に話を聞きました。Dass schon allein aufgrund dem, was ohne Störfälle aus dem Lager entweichen wird, das, ja, weil es sind immer die landwirtschaftlichen Felder, die versorgt werden und damit werden dann auch die Menschen versorgt. 最終処分場の候補地となっていたゴアレーベン地域では、毎週日曜日の朝にデモが行われています。Das Geld. Kommt, wird an die Gemeinde gezahlt. Davon haben die zum Beispiel
was ganz ungewöhnlich ist in den eigentlich sehr einfachen Dörfern hier, rote Bürgersteige mit roten Steinen. Und sie haben den bestbezahlten Sportverein hier, sie haben eine große Mehrzweckhalle. Also alles das, was so Gemeindeleben attraktiv macht, das wird von denen unterstützt. Das nennt sich Ausgleichsmaßnahme. Aber es ist tatsächlich so, dass die sich gleichzeitig verpflichten mussten, eine Wohlverhaltensklausel zu unterschreiben. Also 原発の立地地と同じことが起こってるんですね. Es gibt erste Anzeichen für die schädigende Wirkung der radioaktiven Strahlen hier in Gorleben. Also zum einen ähnlich viele Fälle wie in der Region von Hamburg-Gestacht, wo auch mehrere Atomanlagen sind und wo auch ein Forschungsreaktor betrieben worden ist. Und dort ist das weltweit höchste Cluster an Krebs- und Leukämieerkrankungen. Wir lassen uns alleine. Es gibt keine Unterstützung, es gibt keine Untersuchung. Was wir bräuchten, ist eine Einzelfallstudie. Wir haben das jetzt so oft gefordert, weil die Fälle sind so wenige, dass man nicht wirklich eine Schlussfolgerung davon ableiten kann. Wenn man aber die Erkrankten zusammenfassen würde und eine einzelne Studie dazu machen würde, dann könnte und müsste man eine Aussage darüber treffen. Die Behörden scheuen das. Sie lassen uns hier im Unklaren. Ich habe große Angst, dass die Radioaktivität der Grund dafür ist. 連邦議員のドロテー・メンツナーさんはゴアレーベン担当議員です。もうドイツの原発の導入の背景にはどういう背景があるんですか？Massiv unterstützt, zum einen mit Geld. Und hat wirklich den Unternehmen gesagt, wir als Politik wollen Atomanlagen. Und hat ihnen viel Geld auch dafür und Unterstützung gegeben. Und nur unter diesen Voraussetzungen haben überhaupt die deutschen Stromkonzerne Atomkraftwerke gebaut. Und das war die gleiche Zeit, wo es eine Debatte gab über Waffen. Vorher war dieser Minister nämlich Verteidigungsminister gewesen und er war sehr eng auch verstrickt mit dem Militär. Und ich glaube schon, auch wenn ich das bis heute nicht bis ins letzte Detail beweisen kann, weil ich mich da noch nicht so genau mit beschäftigt habe, ich bin mir sehr sicher, dass im Kopf auch der deutschen Politik immer die Möglichkeit und die Option auf Atomwaffen war. Zumindest damals, heute nicht mehr, aber damals bestimmt. シーメンズは昔はドイツの原発を作っていた会社だったんだけれど、今は原発を作らず、風力発電を作ってます。6000人の地域電力を賄うエネルギー配れ車の風車に登りました。Nothing. Only little snow. But you can see Dorothy. We can see a farm. This tree is first and old.And this is a 500 meter to the next village. You have to be 500 meter away for noise and shadow. And this is gearbox. Yeah. And this makes one turning, 50 turning. And here is generator, the electricity. Here it produces electricity. And the electricity goes down and in the ground here to the village.And here's in the public net. For all projects, it is 250 families. 250人のファミリーがそれぞれ30万、20万ずつ出し合って作った風車です。政府のお金が入っているわけじゃない。本当に人々の風車。People's wind farm. Pay back to the people? Yes. We get electricity from the big...electricity company and then we pay the money for the bank first the insurance and the maintenance of the windmill and the bank and then the rest goes back to the people and so the money comes back to the people and on 20 years they earn about
5% interest, better than on the bank, because the bank can finance weapons and nuclear power plants. Yes. And here they know they finance good things. Mm. So Santorina is more good bank for people. Yes. Or peaceful bank. Mm-hmm. 結構近づけるよこれ。ほら。Thank you, Bendo-kun. ドイツの環境専門家ミランダ・シュラーズさんに脱原発の状況を聞きました。電気を使っているのがやっぱり都会の方ですよね、田舎よりも。しかしその原子力発電所を作るのが田舎の方、それはその田舎の人の価値が都会にいる人の価値よりは低いということも意味しているのではないでしょうか。イクオリティのある社会を作るには自然エネルギーは、実際にはあちこちにはもう 100% 自然エネルギー町はできている。しかしドイツが20年をかけてこのノウハウを一応できたんですけれども、私は今の日本を見ると日本の方がああいう意味ではもっと早くできるチャンスがある。日本が今からどういう社会を作りたいか、やっぱりそういう議論が必要だと思いますね。じゃーん、これ何でしょう。塩。確かに。どこの塩かというと、ドイツ。うん、ドイツの風車のおじさん、ディターさんがプレゼントしてくれたものです。で、この塩ね、ドイツは放射能のゴミを、の塩がいっぱいあるところに置いてしまったので、こんな風に梅干しみたいにね、塩が水を集めて地下でびちゃびちゃになっちゃったんだって。で、いつもその、水を集めてる状態なんだけど、ドイツではそういう風に塩で核の廃棄物を置く場所困ってます。じゃあそれは、これはまだ綺麗な塩です。で、世界中どこに置いたらいいかって本当に困っちゃうよね。さらにドイツはもうすでに世界で一番核の廃炉が進んでるところなんだけど、リアンはラインスベルク原発の説明してくれたね。一体終わるのに何年かかるんだっけ。70年。70年っていうことはその頃にはあーちゃんは何歳。78歳。78歳。お姉ちゃんは82歳。ママは107歳。多分生きてないよね。うん、だから大人たちが作った原発なんだけど、実際に片付けるのは孫や子供たちの世代になります。本当に子供たちごめんなさい。で、1基660億円で廃炉ができるっておじさん言ってたじゃない。だからママ世界中の500基以上の原発を片付けるのにいくらかかるのかなって計算してみたの。そしたらだいたい33兆円あれば片付けられるんだけど、それってだいたい日本の1年間の国のお金の3分の1なの。世界中の人たちが頑張って子供たちのために原発片付けようって知恵を出してお金を出し合ったら無理じゃないと思うんだよね。で、ママはすごく思うのは、子供たちがこの問題自分のこととして考えてほしいんだよね。どうやって片付けるか、どこに置いたらいいのかってこと。収束の労働者だったり、今後いろんなところに核処分場を作っていったり、その原発の解体っていうこともあってくると思うんですけど、心さんの世代が大人になる頃に、その自分たちの世代が、その仕事を、被爆労働をしなければならないかもしれないっていう状況についてどう思いますか。正直、私とかの若い世代とか、この未来の子孫の世代に、そういう負の遺産というか、付けを払わせるようなことはしてほしくないなというか、押し付けないでほしいなっていうのが正直ありますね。で、この原発ってなんかこう借金と似てるなと思ってて、クレジットカードとかで
今はなんかこう好きなものをいろいろ買ってこう幸せ、まあ、一見豊かになって幸せに暮らしているかもしれないですけど、やっぱり将来その借りたその借金のお金っていうのは返さなくちゃいけない日が来るので、それはまあ結果的にまた地震が来た時の原発事故なのか、まあ原発の処理費用というかそれにかかる莫大な費用なのかはまだ分かりませんけど、それを私たち若い世代とか未来の子孫に押し付けるというのは正直やめてほしいですね。私たちの田んぼは収穫の季節を迎えていました。田んぼを一緒にやっている松本奈美穂さんは環境に優しい生き方を追求する人です。奈美穂さんは各家庭の節電に関する相談を受けたり、選挙に出るなどの活動をしています。奈美穂さんはお米何年目ですか？お米4年目4年目、4回目の収穫？そうですね。へえ。今は何の仕事をしているんですか？建設会社、ちゃんとした普通の会社にいます、うん、はい、なんで自給自足したいんですか？そうですね、なんかよくわからないものを食べるのがあんまりいます、どうかなと思うところで、うん、何が入ってるのか、うん、何が使われてるのかわかんないのね、家族に食べさせるのはどうかなと思う。ここ通るたんびになんかちょっと見る目が変わらない、かわいいとかなんかここの子たちはこうねみたいな、うん、そう、だんだん背が伸びてるわねとかいうことを考えながら暮らすようになって、あと豊かな感じがする。そうなのよ、主食を作るっていうことがあんまり、現金収入がちょっと減っても、うん、そんなにダメージがない、減らないっていうか植えはしないね。そうそうそう、米があるから、うん、春から夏にかけてぐんぐん伸びていく苗や金色の稲穂、都会では味わうことのできなかった豊かさが田んぼにはあります。しかし私たちが汗を流し腰を痛めて作ったお米は驚くほど安く買われていきます。命の元になる食を生産する人たちが誇りを持ちにくい社会というのは、豊かさのベクトルがおかしいんじゃないのかなと思うようになりました。昔は人々が自分たちの食べ物を自給することは当たり前でした。5軒に1つぐらい地元の皮を使った水車があって、稲刈りの後、脱穀や粉引きなどのエネルギーを賄っていました。まさに地域の人たちの暮らしを地域のエネルギーで賄う自給自足の暮らしがそこにありました。今、私と奈美穂さんは地域の農水路を活用した小水力発電を計画しています。その山の方からいつも湧き出てる水なのかな？そう、山の湧き水もあるし、もちろん雨が降ってザーって流れてきた水もあるし、うん、あ、この辺の山のに降った水だよね、うん、結構な水量があるもんなんだ ね何トン水がどんだけの高さから落ちるかで計算ができるんだって。本当に水車をつけてみてどんだぐらい回るかとか、それをやっぱ実験は一回してから本当にここに工事をすることになると思う。日本でも自然エネルギーで地域の電力を賄おうという動きが進んています。88の市町村で地域電力を 100% 自然エネルギーで賄っているのです。2012年に自然エネルギー買取法案が制定されてから、すでに原発7基分もの自然エネルギーの電気が発電されています。自然エネルギーを活用して地域産業を活性化しようという動きを国がサポートする制度も進んでいます。この制度のモデルとなったのは高知県の梼原町です。梼原町では
1899年に風車を建設し、日本でも早くから自然エネルギーに取り組んできました。梼原町では売電利益を地元の産業の活性化に活用しています。例えば売電利益を活用して地元で 91% を占める森林の間伐を行ったり、間伐材を活用した最先端の建築を村役場やホテルに取り入れたり、地中熱を活用した温水プールを作ったり、住民の太陽光発電への取り組みを助成する制度もあります。小水力発電の現場を梼原町の町民の方に案内していただきました。ここ作ったので、ここに6メーターの落差ができて、で、1.2トンの重量を使いまして、53キロワットの発電ができます。この小水力発電で作られた電気は、昼間は学校、夜間は町のメインロードの電灯として使われています。朝も晩もね、こう散歩するのには、まあ、安全というか、まあ、今まででしたら、街灯が少なかった、その関係もあるし、電柱もありましたしね、今、これ全部電線、地下に入ってますので。歩きやすいということはありますね。ああ、そういえば電線がないですもんね。これ電線ないですよ。長年原発について発言することすらタブーだった原発の立地地域にも変化が訪れていました。四国の愛媛県にある伊方原発の地元では、原発が本当に豊かさをくれるのか懐疑的な声が上がっていました。ハローワークを利用する方に関して言えば、求職者が増えてない、まあ、落ち着いてる状況ということなんです。で、逆にその原発の方で働きたいっていう方も逆にそういう状況ですから、まあ、ほとんどない状況で、発電所の中で働く求人、多分そこの下請け、発電所内での機械器具の設置とか溶接とか、これは正社員ですので正規雇用ですね。この1名の求人は働く方は見つかったんですか？まだ見つかってないです。ああ、そうなんですか。この原発で、の仕事っていうのは人気がないんですか？多分あんまりないと思います。ああ、それはなんでなのかしら。やっぱり危険とかあるんじゃないですかね。福島の事故の後、そういう声っていうのは高まっているんでしょうか？ちょっとわからないですけど、多分あると思います。再稼働の問題について、どんな意見をお持ちですか？本当はいいですけどね。やっぱりああいうことがあったので、福島で。はい。だから、そう思います。今2年近く止まってる状況だと思うんですけど、やっぱり原発が動いてた時と街の様子って違います？それはもう景気悪い。悪いや。今みたいな。たちまちはそれ動いた方がいいけどな、タクシーの運転手らはな。はい。どっちと。はい。大事が起きたらもう取り返しつかんけんな。じゃあ津波でも来てるのやるわ、それ。お客さんも来ない。原発立地地域の人たちが原発以外の産業できちんと仕事ができるような状況を作りたいなと思いました。私は原爆と原発という絵本を作りました。これは被爆者の方々が亡くなっていく仲間や家族のために作った手作りの追悼碑の物語です。追悼碑を作る呼びかけ人の一人、広島の被爆者銀林美恵子さんとの出会いが絵本を作るきっかけでした。やっぱりなんていうのかな、原爆を被害者っていう立場だけで見るのは嫌で、それでやっぱり
加害の問題と結びつけなければっていうのはいつも思ってましたし、それでそのためには江戸川の追悼碑があるっていうのは本当に広げていく意味では世界に発信できるもとじゃないかというふうに思っていたところへ、その頃に茨城さんの話を持ってきてくださった方があってすっかり仲良くなって、あんたたちね石をとにかく買いなさいよと、石を見つけてきて、そしたら私たちが行ってそこに絵を描いてあげるから、それをみんなで彫ったらどうだろう、自分たちで手作りで作るっていいものよって言われて、でもそんなことできるかしらなんて半信半疑だったんだけど、とにかくもうなんか先生に勧められてるとなんかできるような気になってきちゃってね。追悼碑を刻むことで今まで被爆者の方々が胸に抱えていたことを少しずつ語り始めました。健康への不安、遺伝への恐怖、結婚への差別、いろいろな言葉にならない思いが込められていました。被爆者の方々の思いを原発事故を体験した今こそ子どもたちに伝えたい、そう思って絵本を作りました。広島、長崎を体験して誰よりも核の被害を知っているはずの日本に、どうして54基もの原発ができてしまったんだろう。福島原発事故以降、声を上げる全国の人たちの力で、今は稼働原発は0基です。稼働原発が0基のまま、被爆から68回目の夏が、長崎にやってきました。はい、全ての生命の祈りがこもった9なんです、長崎の8月9日の9で、戦争いらない9条の9で、人間だけじゃなくてアリンコとか、いろんな生き物の思いがこもった。オリバーストーン監督が長崎にやってきました。In school in America, we teach that the bomb was necessary to be dropped on Japan. We find this to be a lie, that Japan was defeated. One, Japan was looking for peace. You have a nuclear power plant at Fukushima, am I correct in my pronunciation of it, that I read on the BBC this morning is still leaking, is leaking badly, and is going to overcome the breakwater.It is not solved, and Abe is talking about nuclear power deals with India, etc., and will not sign the non-proliferation treaty. Japan has learned nothing, nothing from Nagasaki and Hiroshima, nothing. オリバー監督は、原発事故を体験した日本がインドへの原発輸出を進めることをめっちゃ怒っていました。インドからは、平和を願うアーティストが来日しました。ジョン・デバラジさんです。This exhibition, with the lighting. And how do we act? And we said a third atom bomb will not fall. Sadako fought one of the most powerful young person in the whole episode. She fought the radiation and bombing by folding paper cranes.
戦争や差別に反対し、すべての子どもたちに自由に生きる権利があるんだと訴えるジョンさんのアートに感銘を受けた私は、ジョンさんの学校に福島の子どもたちを連れて行きたいと思いつきました。大人たちの都合で心や体を傷つけてしまっている福島の子どもたち。そんな子どもたちにアートで元気になってほしい。自分たちを表現する一歩をインドで見つけてほしい。福島のことを知りたいと言ってくれるジョンさんと旧警戒区域に行きました。案内してくれたのは福島県富岡町から避難中の木田節子さんです。原発の近くは帰宅困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域と分かれていますが、木田さんの家は居住制限区域でした。じゃあほんのちょっとね。いやちょっとね。ここね、うちの夫が行きつけだったらね、居酒屋があったの。ここ味作っていうね。左の自販機のある向こうの家は娘の同級生の家。そこに東北電力って看板がある。ちょうど It's a beautiful garden. たんだけどね。見てこれ。クローバー形が変でしょ。この形変だよ、クローバーとしては。これの次の代にはまたもっと変な形になっていったり、危険が起こると思うのね。証拠に持って帰ろう。ほら、おかしいでしょこれ。こうやって普通に、こうやって本当に目に見えにくいところからちょっとずつちょっとずつ何か歯車が狂っていくんでしょうね。うん。ゴゴルド。うちの中覗けるんだよ。なんかに使うからさ、何かに使うかな、うん、これここ押すだけでいいんでしょ。うちの中覗けるよって言ったの。ここのね、前に。だから私たちは言うのね、この基準を上げる前にあなた方がここに住みなさいって。原発だらけにして、原発を推進して原発再稼働させようとしている、まず政治家ね、政治家と、それから原発を動かさないと日本の経済成り立たないって言っている経済界、電力会社の経営者、特に大井田の伊方田の今すぐ浮かそうとしている電力会社、関西電力さん、四国電力さん、社長さん、どうぞこの辺に住んでみてくださいよって。子供と孫と連れてここに住んで、あなた方がここに5年間住んで異常がなかったら私たち帰ってきますよと言いたいですね。Hello, my name is John Devaraj. I am from India. I came to this nuclear devastated area. I saw what the tsunami can do. But more than the tsunami, what the breaking down of the nuclear plant can do is devastating. I see beautiful houses completely abandoned and nobody seems to be living there. So today we have to evaluate nuclear energy versus human well-being. And I see now that the Japanese government is going to
sell this technology to India. And behind me, I see all these tons and tons of waste being dumped in the bags. I'm wondering what is going to happen to the children of India. Is this correct? Do we really need this energy at the cost of human suffering, pain? We must ask ourselves this question today. インドでは原発の電気は全体の 3% 以下です。自然エネルギーは 13%。 その勢いは新設風車の数がドイツに次いで世界第4位になるほどです。そんなインドに日本が原発を売る必要があるのでしょうか。海外は何回目ですか？1回目です。初です。一緒にインドに行ってくれる福島の子が決まりました。福島県伊達市から札幌市に避難中のゆずきちゃん、中学1年生です。娘のリアンと一緒に初めてのインドです。でっけー、でっかい。え、結構してる？一番見たの4人目。3、4人いるわね、うん、インドでは1億3000万人以上の子どもたちがありとあらゆる現場で働いています。児童労働を行う子どもたちはほぼすべてダリットと言われるカースト制度にも入ることが許されない階層の子どもたちです。ジョンさんの学校ボンフリーアートスクールには児童労働を体験した子どもたちが学んでいます。憲法9条、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 憲法9条。最初は戸惑ったゆずきちゃんやリアンも徐々にボーンフリーアートスクールの子どもたちと仲良くなっていきました。10日間の滞在で私たちは大きな絵を一緒に描きました。戦争から平和へ、未来へと願うボーンフリーエルニカという作品です。武器よりもペンを持って勉強したいと書いたミーナもボーンフリーアートスクールに来る前まで路上でバラを売っていました。ミーナは旅の間もよく勉強をしていました。どうして花を描いたんですか？何か意味があるんですか？一番平和に見えるから。ゆずきちゃんは家でも花を飾ったりするんですか？飾れるスペースがありません。今のお家は狭いんです。福島に住んでいた時はどんなお家だったの？一戸建ての2階建て。どうし
して福島のパートを書かなかったの？書きたくないから。どうして書きたくなかったの？嫌なこと。ありがとう。ありがとう。なんでそういう嫌なこと繰り返させんの？シーリボンバル。ゆずきちゃんはよくインドの植物の写真を撮っていました。今その桑の実が汚染されて食べれなくなってお母さんに止められたって言ってたけど、桑の実だけじゃないけどね、うん、自分が食べてた果物や木の実が汚染されるってどんな風に思う？政府のバカ野郎と。なんで原発を作っちゃいけないってゆずきちゃん思ってんの？また爆発するから。どうせ爆発するとなんで困るの？放射能で健康的被害が出る上に、みんな政府のことまんま信じて何も考えなくなるから。大人たちの世界に今何を一番伝えたい？政府のこと信じんな。人が人の順番みたいな、人の位の高さみたいなを決めるのはおかしいと思うし、会社の部下上司とかだったら自分が頑張ったら上の人になれるけど、カーストは生まれた時からずっと生まれた時からずっと一緒なんで変わらんから、おかしいと思った。ビアンの時代からそういうカーストや人の位をなくすっていうことを始めることできる？うちだけじゃできないと思うけど、みんなで力を合わせたらできると思う。動物好きでさ、パパとママよりワンワンニャンニャンの方を早く言ったんだよ。あーちゃんが最初に言った言葉、ワンワンニャンニャンだもんね。なんで？あーちゃん大きくなったら何になりたいの？恐竜の骨を探す人。どうしてあーちゃん自然守りたいと思ったの？動物たちたくさんいて、うん、環境活
変わると絶滅しちゃうから。あ、恐竜みたいに。そう、みんながみたいに自然好きになればいいと思うんだけど、どうしたら自然好きになれんの？恐竜とか動物が大好きで、ね、思えばさ、動物とか自然なきゃ生きていけないから、そういうことを思えばいいと思う。あ、ママは子供たちと君たちと原発をなくすって約束したよね。で、いろいろママはドイツに行ったり福島に行ったり、インドに行ったりして原発のことを勉強しました。で、気がついたことがあります。発表します。原発っていつも一番お金持ちの人と貧乏な人がいて、お金持ちの人がもっと儲けるために作るんだけど、一番貧乏な人は原発を作らされたり、学校に行けるって言って行けなかったり、事故が起きたら病気になったりしてほったらかしにされています。で、この真ん中の人はお金持ちになりたいって思って、だからずっと原発って会っちゃったんだけど、ちょっとこれはもうやめなきゃしょうがないなっていうことで、いいこと考えました。三角形をひっくり返します。ひっくり返して、トト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 。あら、不思議、何になった？ハート。ハート。じゃーん。原発もひっくり返すとハートになるんだね。いや。じゃあ、あちゃんせーの言って。せーので、原発よりもラブだよね。